おお。こんにちは、理系サラリーマンです。今回修理するのはこちらです。 Kumon の e ペンシルっていう商品になります。これ何かっていうと、この Kumon の教室で使うこういうテキスト、なんかこういう部分にこうなんか押すのかな、そうするとこの英語が発音されるっていうものらしいんですね。ただ何も反応がない。そもそも電源を入れた時にこうやって青ランプがつくんですけど、すぐ消えてしまう、そういった問題になります。まず中身を開ける前に、まあこういう機器よくあるあるなのが、電池がなくなってるとかそういったことがあるので、まず電池を確認していきます。電池が単4、2本ですね、入ってました。電圧を測っていきます。1本目が 1.585、 2本目が 1.598。 あ、なんか十分ありますね。なので電圧は問題なそうです。そしたらじゃあ一回中身開けていきます。今回使うのはこの電動のネジ回し。電池入れるところにもネジがありました。ネジの種類は2種類で、電池ボックスの中のネジが短いネジでした。そしたら無印のケースに入れていきます。なくしちゃうからね。あとはこのマイクロ SD が入るところにもネジがあるので、これも外しておきます。ネジも外れないようになってますね、裏側なので、これはこのままにしておきます。あ、電池パックの中にここにもネジありました。届かないので普通のプラスドライバーで外します。できました。そしたら開けていきましょう。多分こじれば開くと思うんですよね。うわっさ、こんな一気に開ける予定じゃなかったんですけど、開けました。こんな感じです。今回電源が入ってすぐ切れちゃうのが問題なので、まあ、そこをポイントにして見ていきましょう。マイクロ SD スロットの脇にマイクロ SD が入ってます。しかもサンディスクの 4GB。面白いですね。多分だから、こういう本の音声データがこの中に多分入ってるんですよね。バラせるところバラしていきましょう。多分一番重要なのがこの読み取り部、スキャン部だと思うんで、これ壊したらいけないんで先に外します。こういうフレキってどうやって開くかっていつもわかんないんですけど、まあよーく見るとパカって開くタイプか、スライドさせるタイプかとか、まあ見たら、よーく見たらわかるんで、今回はパカッと黒い部分が開くタイプでした。ただここも外していきます。次外せるとしたら、まあ、このマイクロ SD ぐらいですかね。基板も外したいんですけど、これ基板はネジ止めされてないのかな？されてなさそうですね。ちょっと基板外しちゃいますね。え、てかこれコネクタでこう繋がってんのかな？いや、ちょっと怖いな。ちょっと基板、丁寧に外していきます。おぉ、外せました。あっ、ぶな！これ、なんか、ここのスピーカーにケーブルが直接つながってるので、これ切っちゃわないように注意しましょう。そしてここスピーカーの部分コネクタになってましたね。なんでここわざわざ基板分けるんですかね。ちょっとよくわかんないんで、もう一回ここつなげ直してみますか。もしかしたらここの接触不良だった可能性もありますよね。はい、つなげました。そしたらここに、まあ、電池つなげてもいいんですけど、ちょっとこれのケースにまた組み込むのが大変なので、今回はこの菊水の電源装置を使って電源を供給していきます。はい、そしたらここにプラス、ここにマイナスつなげて、ちょっと短いんですけどやってみます。プラスと、そして電源スイッチが上側ですね。スイッチオンにします。お、ランプついた。え、動いてない？あ、消えた。やっぱりなんかさっきは起動したんですけど、今起動しなくなりましたね。起動しなくなりました。何かがおかしいと思うので、一回このマイクロ SD 外してみますか。でもマイクロ SD 見た感じ問題はなさそうですけど、こういう時はまずついてるもの、外せるものはどんどん外していくっていうのが、まあ、王道かなと思うので、まずはマイクロ SD を外してみました。もう一回チェックしてみます。じゃあ電源を入れていきます。ダメですね。もしかしたらこのマイクロ SD の接触が悪いのかもしれないですね。ちょっと手で押さえながらもう一回やってみます。
起動しますね。そうですね。はい、なんか原因っぽいのがちょっと分かってきたかもしれないです。この本体に内蔵されているマイクロ SD を外すと起動しないんで、ちょっと見にくいんで移動してきますね。ちょっとやりづらかったので電源装置を持ってきました。これはマイクロ SD がおかしくなってるのか、マイクロ SD カードのこのスロットの部分がおかしくなってるかもしれないですね。わからないです、はい、そしたら端子の部分をちょっとクリーニングしていきます。まあ、確かに端子がねちょっと汚れてるのかもしれないですね。まあ、綺麗になりました。もう一回ちょっとやってみます。じゃあ電源を入れます。うん、いくね。ちょっと数いっぱいやりますね。50回ぐらいスイッチのオンオフを繰り返したんですけど、もう正常に動作するので、問題は多分このマイクロ SD のスロットだったんじゃないかなと思います。違うマイクロ SD に交換するっていうのもできるんですけど、それってちょっとなんか良くないじゃないですか。あの、著作権的な、まあ、あくまでも今回これを売るわけでもないですし、私の姪っ子が、まあ、使うだけなので、うん、正直言って SD カードを交換してしまいたいっていう気持ちがあります。交換しちゃいましょうか。そしたらちょっとパソコンでこの内容をもうフルで、DD コマンドを使ってコピーしていきます。はい、今 SD カードをコピーして、新しい SD カードに入れてきました。これ知ってる人は知ってます。トランセンドの D って書いてあるやつにコピーしました。で、これコピーするのが、ファイルシステムっていうのが Windows とかに使われているような FAT32 とかではなくて、この多分チップ独自のファイルフォーマットを使ってます。なので、私は DD コマンドで、もうファイルの概念というよりかは、もうすべてのブロックをコピーするという形でコピーしました。では、電源入れてみます。オン。起動すると、ここのランプがちゃんとつくはずです。では、行きます。スイッチオン。お。はい。動きましたね。この読み取り部、一番大事な部分も組み立てます。外付け SD カードを入れるところを取り付けて、でもカバーでいいのかな？そしたらカバーを取り付けていきます。はい、できた。そしたらちょっとネジを止める前に電池入れて動作確認していきます。じゃあいきます。電源オン。いいやん、反応する。ちょっと実際にじゃあ英語やっていきましょう。すげえいっぱいある。なんか特殊な印刷されてるところ、こういうところにこれを当てると音声が出るらしいです。おお、ブレッドって言いにくいっすね。ブレッド、ブレッド。今日はこの E を修理するっていう動画を作りました。今回の修理っていうのは、まず最低限の構成で動作を確認することっていうのを、やってみました。この検出部を外したり、SD カードを外したりしてみて、まあ、よくある原因を探す方法だと思うんですけど、まあそうやって、どんどん要因となるものを外していって、今回、まあ原因と思えるものを特定して、それを交換するっていうのをしてみました。はい。というわけで、今回も動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。今回直した E ペンシル。これすごいですね。まあ、こういうテクノロジーもなかなか私は触れることがなかったので、今回結構新鮮でした。このチャンネルでは今後もこういった修理とか何か新しい商品を買ったレビューとか、そういったことをどんどんしていこうと思うので、ぜひチャンネル登録忘れずによろしくお願いします。ではまた。あ、ネジ止め忘れてた。